はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。さあ、前回からですね、ちょっと進んだところのセーブポイントから開始していきます。はい、ですね、前回はね、なんか怪しげな村に来ましてですね、はい、さらに奥に進んできたところです。ちょっと一応位置関係をね、見ましょうか。こっちから向こうがさっきまでいた村です、プエブロでしたかね、なんですよ。で、そこからちょっとね、進んできましたら、またね、また村がありましてね、なんかいるんすよね。倒した方がいいよね、やっぱし、バレずに済めばね、それに越したことはありませんけども、いや、いろんなところになんかいるな。あの青いのなんだろう。これね、これ撃てそうなんですけど、多分撃ったらバレてあの人たち来るよね。あそこにもあるんだよな。で、ここにありますし、あっちにもあるんですよね。でも、まずはちょっと あの人を倒そう、ね。ちょっと他にいないかな。よく見とこう、周りね。周りからわーって来られたら困るもんね。さっきすげえ数だったもんな。どうだ、あっちの人は気づいてない。よしよしよし。あれは飛び道具じゃない。わ、勝てえな、なんか。僕に当たってると思うんですけど。よし、4発か。結構大変だな。さあ、それで、なんかさ、うわあ、そこにもいるな。卵があるんですよ、なんか。卵食べれるのかな。何に使えるか、ね、何に使えるかちょっとわかんないですけど、卵、せっかくなんで、ね、卵は体にいいですか。でさ、蹴るってできる。オッケー、いいね、かっこいい。蹴るやっぱいいですよね。で、ああ、でも別に、これでやっつけてるわけじゃないのか。よし、蹴れる、もう一発。よし、もう一人だ。よしよし、ちょっと危ないな。弾がなくなるかもしれない。リロードしないといけなくなるかもしれない。よし、ね、できるだけダメージを与えた方がいいんですけど。まずさ、後ろから来てるかな。こっちの人たち気づいてる？よし、別に気づいてないね。よし、蹴る。ああ、しまった、しまった。お、すごい、すごい。マーク決まった。真っ赤になっちゃった。まずい。そして弾がね。よっ。わ、なんか。よしよし。なんか投げてきてたよね。どっか見たよな。よしよし。弾をもらう。どっかから投げてきてたな。いや、ちょっとずつ慣れてきましたよ、なんかね。どこに行こう、ここから投げてきちゃって、あそこか、あの日あいつか。よしよし、あれが投げましたよ。さあさあさあ、いくつ持ってるの、何個も持ってるの。よしよし、なんかあといる、他にいる、他にいるかな、大丈夫かな。あそこにいるな。そこの人も気づいてますか。うわ、投げてるやつかな。よし、そうそう、これが気になるんだよね。これね、撃ったらいいのかな。撃ったら落ちてくる。ちょっと撃ってみましょう。あ、壊せばいいのか。オッケーオッケー。いや壊れちゃったと思ってちゃんと一瞬びっくりしたんですけど、あ、じゃあこれもあれ撃てばいいのか。さっき一瞬照準あったけど遠いな。外したか。よし、オッケー。ね、これで、ね、どんどん打っていけばいいってことなんですね。さてさて。いやー、大体倒したんで、なんか、いろいろアイテムを探索しましょうか。
はい、卵ね、飛び越え、は、飛び越えましたか。ワンコがいる、ワンコ、あれ、さっき逃げたやつ、さっき逃げたやつか、なんかくれたりしない、単に怖がる、単にレオン怖がる、助けたよ、あ、何これ、うわぁ、ちょっと待って、足見えてるけど、調べますか、なんだこれ、まさか、これ全部が死体か、死体だよ、やばい、やばいやつだ、あ、止めこったね、そこに青いのあります、これ打っときましょう、ね、なんかどうなるかわかんないですけど、なんか、はめたら何か動いたりするかもしれません、これは何だろう、これは木が、ね、置いてありますけど、これ何でしょう、汚いなぁ、なんかめっちゃ汚いよ、臭いばかりでアシュリーの手がかりもない、臭いばかりか、そうかそりゃね、そりゃこんなところにね、アシュリーの手がかりなさそうだ、確かにそうだ、はい、ちょっとな、あ、あそこにも青いのある、よしよし、あれとその前にね、この牛さんはさ、なんか倒したらなんかもらえたりする、ちょっとやってみますよ、蹴られるかな、あ、倒す、倒せたけど何も出ない、ごめんね、なんかまた無駄な摂取をしてしまったよ、申し訳ねえ、あれね、あれちょっと遠いな、遠いけど行けるかな、 OK、 割れましたね、なんかアイテム欲しいな、結構弾打ってるしね、お、ここ大丈夫かい、階段登れるのかな、登ってみましょう、お、階段登るモーションとかなくここに来ましたね、何もないね、何にもないけど、ここから出れるのかな、ね、こう飛び越えると何かありますか、あ、あれ撃てるね、すげえなんかすげえなんかゲーム性のある感じになってるね、なんかね、回ってますよ、はい、 OK です、ね、こ、15分の5だって結構集まってきて、あそこにもあるね、あそこにもある、 なんか どの時点であれなんだろうね、この数があればいいんだろう、もうちょっと近づいてからじゃないとダメ、今一瞬あったな、照準、うわ難しいな、ちょっと手を添えてみよう、あ、今も一瞬あったね、どこだ、あー、なんか一瞬合うんだけど、お、よし、 OK、 なかなかうまかったんじゃない、あ、あれナイフで壊せるよね、ここは飛びよう、あ、階段から降りようか、倒すって何、あ、登ってこれないようにするみたいなこと、いや登ってこれるようにしとこ、飛び降りますよ、はい、ナイフで、よし、お金だ、お金、よし、 OK、 でこれ次のとこかな、次のとこか、ちょっと待ってね、まだなんか心もとないですね、ね、もうちょっと、あ、ちょっとマップ見てみようか、マップ見れるようになったんですよ、はいはい、こんな感じです、え、目的地は、あ、あっちなんだ、じゃあこっちじゃないんだね。じゃあまだ開かないのかな、ちょっと見てみましょうか。ここはまだ開かないの、ね、あ、ここはもう なんていうか調べるとかすら出ないんですね。まだ来るべきところじゃない。OKOK、ね。まだなんかいろいろありそうな気がするんだけどな。あ、あっちかな、行くべきところは。そうかもね。いやー、どうだろう。なんかもうちょっとアイテムとかない、あって欲しい。うん、結構ね、結構戦ったんですよ。あの樽とか壊せんのかな、この樽とかどうですかね、ナイフで、しかし何もない、こっちにはある、よし、 OK、 お金ですね、ありがたい話ですね、お金もありがたいですよ、さあ、でも弾薬とかね、欲しいよね、ないかな、どうだろう、ここはこんだけか、あんま広くないんだよね、でもこの辺まだね入ってないのであるかもしれません、見てみましょう、上の方とかね、注意深く見よう、真上も、うん、見ておこう、あ、樽があった、見とくもんだね、樽がありましたよ、樽がありましたので、ナイフで行きましょう、何もない、まあそういうこともあるよね、そういうこともあるよね、動物たちが跳ね回ってるぞ、ね、そうだよな、だってあの、あ、こんなところにさ
意味ありげに棚が置いてあるよ。あた棚じゃねえ、樽ね、樽が置いてある。壊しますよ、行きますよ皆さん。なんかあれだね、お正月のあの樽の酒割るやつみたいだね。はい、あった、なんだろう、お、あ、なんと満杯ですか。なんとイベントリーが満杯だそうです。いやー、もったいないな、どうしようかな。ちょっと待ってよ、アイテムボックス整理しましょうか。ちょっとね、そしたらこれでいけるかな。はいはい、ちょっと待ってね、武器と回復でしょ。でめちゃ取ったんすよ、いろいろ。あ、あ、赤だ、そうかそうか、じゃあ使おうね。まず合成でしょ、これとこれ合成しまして、はいはい、でこいつを使おうね。よし、どう、緑になった。オッケーオッケー。よしよし、これでイベントにも、卵がめちゃめちゃあるんですね。オッケーオッケー。これでね、開いたんで、大丈夫でしょう。あ、あれ？弾がやばいな、これ。ショットガンはあるよね。あー、意外とあれだな、ハンドガンの弾がもう30しかないんだ。ショットガンがむしろ結構ありますね。まだ2か。あ、で、とりあえず。もうだから2発しかないですよ、ハンドガンが。ちょっとこれは気をつけとこう。でね、すぐ装填になるから。いや、もう1個ぐらい欲しいな。これ何？これまたあれ？臭いばかりのやつ？うん、調べすらしないんだけどね。卵、卵どうしよう。卵って何？回復アイテムなの？卵食べれる？生はちょっとまずいな。まあね、卵、栄養はすごくありますんでね。あ、あれなんだ？これなんだろう？これね、これなんだ？これちょっと取れる。お、お、青コインを打って読む。あ、すごいな、ちゃんと紙がね。読みましょう、じゃあね。はい。うん。15個の青コイン。農場に7個、墓地に8個。10個以上壊せたものに特別ななんちゃらを与える。ボロボロで後は読めないっていう風に書いてありますね。そうなんだ。うん。じゃあ、あれだね。10個壊せばいいのね。農場に7個って言ってたな。7個ぐらい壊しました。6個だっけ今壊したの。7いったんじゃない、もしかして。どうだろう。まあ、いっか。墓地にね、もうちょっとたくさんあるっていう話なんで。で、10個集めりゃいいんだから。とりあえずいいんじゃないですかね。うん。で、どこだっけ方向音痴。はい。ちょっと分かりましょう。右側ね。こう青いの何？サブミッションって何？サブミッションって。サブミッション。あ、6個壊してますね。ここに出てるわ。コインね。サブミッションってなんだろう。これちょっと行ってみましょうか。右後ろだね。右後ろ。ここだね。ここですね。お、サブミッション。さっき登ったとこですよね。あ、アイテムある。アイテムかどうかわかんないけど。ちょっとね、樽を。何もない。何もなかった。サブミッション、さっきやったんじゃないの？あ、まだもう一個ある。いやー、見とこ、もう、お金でした。サブミッションは何？もう一個ぐらいなんかあんのかな？ね、こっから出れる？そういうわけじゃない。うん。で、何がサブミッションなんだろう？さっき出ましたよね、ここね。ね、なんかやってないことがあるのかな、まだ。まだやってないことがあるかもしれませんね。ちょっと見てみましょうか。はい。ね、あれ？いや、見たよね。大体やるべきことはやったかな？やったような気がしますが、ちょっと見回してみましょうか。ね、見落としてることがあるかな？どうかな？うん。お、調べるわ。村人さえまともならのどかな風景だが。本当だよね。本当その通りだわ。あ、そういう調べるっていうのがあったんですね。あれなんかこの辺にさ、青いメダルとかあります？あ、また飛び降りるか。今度こっちだね。別にもう大丈夫だよね。よし、なんかね、コインもう一個あるはずなんで、まあそれをちょっと見落としてるのかなっていうのはね、ありますけど、次行っても大丈夫かなと思いますので。あ、何こんなところに箱がある。あそこ行きたいね。あれどうやって行くんだ。ああ、ちょっと待ってよ。今のとこから、こっちから飛び降りて、あのドアを通過すればいけるんだ。よしよし。あ、いいこと気づいたね。よかったよかった。ちょっと粘ってみるもんだな。オッケーオッケー。ちょっとね、行きましょうか。どこだ？ここだっけ？ここだっけ？ちょっと、ん？ん？ちょっと待って。
ちょっと待って、ここだっけ、あれ、慎重にね、慎重に慎重に、こっちじゃないよね。そうそう、ここに来てあれってなったのは、うん、ここだここだここだ、ここから降りましょうだね、ここから飛び降ります、 OK。 でこの間に来たんでここですわ。よしよし、押します。え、まさか、え、まさかまさか、え、なになに、え、え、なに、今のなに、あ、あ、これでこう、うん、グッと押せばいいの、どうすんのどうすんのめっちゃ押してるめっちゃ押してるけど、あれ、どうすればいいの、どうすればいいのなんかめっちゃ押して、めっちゃ押してるんですけど、ダメなんですか、あれ、これいけないの、せっかくね、いいとこまで来たのにね。あれだよ、あれ取りたいな。え、ね、押してたけどね、押すでしょう、押してたけど開かないんだよね。すげえレオン頑張ってんな、めっちゃ頑張ってるけど、これグッて押してもダメだよね。あれ、なんだろう、これ押してどうなんの、引くとか、右に左に関係ないね。あれ、レバーをねちょっと倒してみたりしてるんですけど、ダメですね。なんだろうなんだろうなんだろう、こっちからかな、こっからいける、こっからもいけないよね、こっからもいけないよね。あれれ、なんだろう、ショットガンで破壊できますか、もしかしてそういうことですかね。ここ出てみましてですね、これね、押してるんだけどダメなんだよね。あれ、また後で来んのかな、また後だろうか、うん、そうかもしれませんね。じゃあとりあえず先に進みましょう。さあ次は何かな、監禁部屋、なんか怖いワードが出てきましたよ。監禁部屋ってなんすか、怖え怖え、うわ、またこれだ、またなんかあるよね、います、前にも見た標識だが、嫌な予感がする、うん、予感はするわ。つかめっちゃ出てきてるからね、すでにね、うん、お、なんだなんだ、そんなことあります、恐ろしいね。あれは何だろう、あれは何だい、あれ撃てば落ちてくるかい、ん、あれ何だろう、ちょっと撃ってみようかね、撃てば落ちてくるかな、ん、あ、そういうことじゃないの、何だろう、あ、なんかね、あるよね、ダメですね、あー、何だろう、あれ、なんか宝石みたいなものがあるけど、なんか落ちてこなかったね、よっ、いや、こんなとこであんまり無駄だも打ってないんだけど、あ、これで落ちてくるのか、オッケーオッケー、スピネル、はいですね、これはなんだい、これもか、同じか、よっしゃ、なんかね、ちょっとずれたところで反応するんですよね、そのものズバリを打たずにちょっとずれたところが良さそうですね。てかもうさ、弾ある、大丈夫、よしよし、いやいや、ちょっと弾丸が欲しいな、つうか、うん、お、なに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 、あ、コウモリか、コウモリ、コウモリどう、倒せる倒せる、なんかモンスターハンターみたいになってきたな、なんかコウモリコウモリダメかあ、いたいたいた、いたよ、あ、なんかあそこにまた罠あるんじゃない、あそこにね、罠がある、なかなか、なかなかいい感じに当たってますが、これまたあったよ、これ、これ好きだな、この標識好きだな、またこの標識か、レオンと全く同じ感想です、またかよって感じだよね、好きだね、標識、どうしたどうした、あ、あっち行っちゃった、何かに気づいたのかい、ねえ、何だろう、あっち行っちゃったね、これは遠距離では勝てんと思ったのかな、ちょっと待って、ちょっと、おお、何今の、なんかでっかい雲みたいのがいて、そのでっかい雲がドーンって、なんか、うん
罠を破壊してくれました。うわわわマジか、罠がどんどん自分たちに破壊されていくよ。ありがたい話なんだ。あれか、爆発物を投げてきてたのかな。恐ろしいね。なんかこの罠いっぱいあんのな、やだな。よっ、あっ、ていうかもうこれもあれか、さっきの爆風っていうか爆発で開いちゃったのか、アイテムが。よしよし、さあさあ行きましょう。おえ、めっちゃ罠あるじゃん、めっちゃ罠あるじゃん。そしてめっちゃ爆発物投げてくるじゃん。うわ、結構飛んでくんな。そしてえ、どこどこ、あ、ちょっと反応するな。よしよし、おおお、あっちで爆発したいや、ちょっと罠もあるしさ、危ねえ、ここめっちゃ危ねえ。いや、ちょっと警戒警戒、要警戒で行きましょうね。これはもうちょっといち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 これ撃ってたらあれだね、うん、なになに、どこどこどこ、あ、危ない危ない、あ、なんか投げ返したいな、投げ返したいぐらいだけど、危ない危ない、危ない、罠怖え、ちょっと罠引っかかった、やだしな。ここだここだ、ここの家にいたんじゃない、出て出て、よしよし、どうどうどう、おおおお、自分で爆発して助かった。よしよし、あ、よかった、弾がいっぱいある。よしよし、よかった、お金もあるし。いやいやいや、危ねえ危ねえ。よしよし、あ、弾あるね。よしよしよし、お金もあるし。これはこれは何、調べよう。手がかりも何もない。そうか、そういうの多いな手がかりも何もない、調べる。落ち着けられて開かない。そうか、出れないんだ、ここからはな。出たかったな、時短で出たかったですけどね。いやいや、もうなんかすごい爆発物超投げてくる人たちがいたよ。治安が悪い、とても治安が悪い。いや、罠も怖い。なんだい、なんなのここは。鍵かかってるね。鍵かかってか開かないわ、残念残念。やだやだ危険なところには近づかないでおきましょう。お、なんかそれっぽいのがここに置いてあるじゃないの。いいねいいねいいね、なんとかの弾だね。リロード必要ありますか、大丈夫ですか。よし、行きましょう。いやいやいや、恐ろしいですね。行きますよ。もうこれでもこっち行けないんだよね。なんかどんどん行ってるけどさ、危ねえな、罠が怖いわ。ほんでこれ次どこ行くんだろうね。こっちはねもう処理しましたんで、あ、でそっから入ってきたんだよな。そっから入ってきてのこっちだから、やっぱそっち行くしかなさそうなんだけど、どうもなんか鍵がかかっていて入れませんね。ちょっとマップを見てみましょうか。はい、あ、やっぱりねその中入ってっていう感じだよね。目的地はそこで、途中にセーブポイントがありますんで、そこまで行ってみましょうか。ここか、ここから入るんですよね。あ、撃てばいいのかな、もしかしてこれ。ね、錠前撃っちゃえばいい？そういう問題じゃない？ね、錠前撃っちゃおうか。これでさ、どうだい？あ、やっぱね、OKOK。これで。でもなんか、中でめっちゃどんどん行ってか嫌なんだよね、とりあえず。ここじゃないか。ここでどんどん行ってるわけじゃないんだ。はい、オッケーオッケー。弾がありました。ので、ちょっと弾をね、押して、あ、満杯だって。あ、そうなの？え、そんなに弾ある今。あれかな？もう二つ目のやつじゃないと。ちょっとじゃあ、例えばさ、これで、ちょっとね、例えばこれで、カチャって、あ、間違った。これで、こうしたら取れる？あ、ダメか。ちょっと見てみましょうか。そしたらね。弾42発。これと6と25ってこれは組み合わせらんないのかな？ね、これ組み合わせらんない？あ、ダメなんだ。体力はね、まだ普通にありますんで、まあ、合成しましょうかね。合成しましょう。
どんどん合成して、どんどん合成しまして、はい、これをここに持ってきまして、これで取れるんじゃないですか。卵がすごい、卵の在庫がすごいわ。卵の在庫がめちゃめちゃあるからさ。うん、オッケーオッケー。それで、ちょっとね、整理しましょう。焼夷弾、回復系をこっち持ってきて、これをこっち持ってきましょう。はい。これでどうです?これでほら、玉の1個分空いたでしょ。きっとね。はい。出ましょう。終了です。はい。じゃあ、これますよ。ということで、OK。いやー、もうこのどんどん言ってんのが気になるなー。はい。これちょっとセーブしときましょう。はい。上書きしますかということで、上書きしますよ。ポン。はい。で、タイプライト、このね、一本指打法なのね。ちょっとなんか、レオンは、パソコン慣れしてないのかな?はい、切って。はい、これで、上書きができました。はい、ということでね、今回の動画ちょっとこれぐらいにしとこうかなと思います。はい、バイオハザード4ですね。実況プレイ続けておりますけれども、ね、引き続き頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきまして皆さんありがとうございました。ね、まあこれからもまたゾンビ先生とね、ゲーム楽しんでいきましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。失礼しまーす。どんどん言ってるの気になるなー。